皆さんこんにちは、ひろげです。はい、今回の動画はタイトルの通りなんですけど、僕の引っ越しについて具体的に話そうと思います。2022年の目標の動画で一回引っ越しは2月の中頃に行いますって言ったんですけど、ちょっといろいろまこっちの都合もあって引っ越しが2月の上旬になりました。住む家の審査も通ってて入居することが決まりましたので、もう先言っとくんですけど、2月入ってから中頃まで動画投稿頻度が下がると思います。本来でしたら徳島で撮影して報告したかったんですけど、まだちょっと分かんない状況だったんですけど、京都に戻ってから審査が通ったので今回ここで発表することになりました。本当は2月の頭頃に最後ということで京都と大阪に行こうとしたんですけど、ちょっと今のご時世的に行くのが厳しいということで京都市内と大阪に行くのは断念します。これについてはもう本当どうしようもないことなので、そこはご了承いただければと思います。はい、僕の引っ越しについてはこれで以上になります。で、最後になるんですけど、僕が徳島県で買ったレゴの中でまだ動画にしてないものがあったので、それを紹介したいと思います。まず一つ目はこちら。はい、こちらレゴクリエイター野生の虎です。はい、もうこれはずっと前から欲しかったので買えてめちゃくちゃ嬉しかったです。ちなみにこちら1月1日の元日に徳島県のトイザラスに入荷してたら買うつもりだったんですけど、売ってなかったので楽天のオンラインストアで定価以下で買えました。これはすぐに動画にしたいと思います。続いて二つ目はこちら。はい、こちらレゴ忍者号合体ロボです。はい、これは発売が決まってからめちゃくちゃ欲しかったものです。ちなみに僕は忍者号についてはあんまりわからないんですけど、合体ロボということでこれは買いました。今年買ったレゴの中で次に楽しみなのは実はこちらです。はい、続いて3つ目と4つ目は一気に見せます。それがこちら。はい、こちらのレゴスーパーマリオマスターコースチャレンジとこちらのクッパジュニアクラウンを買いました。ちなみにマスターコースチャレンジなんですけど、もう絶版になっちゃうということもあって僕の地元のトイザラスで6000円で売られてました。はい、ということで今回の動画は以上になります。もう一度言いますが、僕の引っ越しは2月の頭から中旬まで行います。で、2月については動画投稿は引っ越しやいろいろ手続きとかしなくちゃいけないので投稿頻度めちゃくちゃ下がると思いますが、そこはご了承ください。2022年の目標で言った3つ目の月間の動画投稿を10本以上と書いてるんですけど、それについては3月を2月に変更します。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。